レカレカです。本日はスピードチャンピオンですね。来年の2022年に5つのセットが発売される噂があります。それでは早速参りましょう。まず2800円前後で発売されると思われる商品の噂が3つございます。今年はフェラーリ発売されてませんということなので、まあ約2年ぶりぐらいの製品化ってことになりますね。大人気フェラーリ、パーツ数が291ピース、まあ、どのように仕上がるのかが楽しみですね。2つ目のセットがロータスエヴァイア。これはちょっと僕も分かりませんし、まあ日本人には馴染みのない車ですよね。まあどう見ても高級スポーツカーで247ピース。まあこちらも2800円前後の発売という噂ですね。続いてランボルギーニなんですけど、今年発売されたのかはちょっと覚えてないんですけど、かっこいいタイプのランボルギーニって言えばやっぱりね、去年発売されたものがあったんですけど、まあそれ発売価格8000円で、Amazon でもそこまで値段がね、下がることなかったっていうことなので、見た感じ、もうこの写真見た感じどう見てもね、デザインかっこいいのは確定してるっていうことですし、まあ、レゴ社のランボルギーニっていうのはもう過去に製品化されてデザインがめちゃくちゃかっこいいっていうこともあるので、まあ、これが一番人気ではないんでしょうか。まあ、非常に楽しみですね。過去に発売されたランボルギーニのね、まあ、白バージョンになるのかなと思います。262ピースで激安2800円前後の噂です。4セット目がちょっとまだわからなくて最後のセットになります。2台付属して、まあ、お値段がおそらくなんですけど5250円前後じゃないのかなと思います。あくまでも予想価格です。パーツ数が592っていうことなので、あくまでも単純計算1台300ピースずつですね。画像に書いてる通り、左がアストンマーチンバルキリー、エンドゲームのバルキリーではなくスピードチャンピオンのバルキリーですね。右側がアストンマーチンバンテージ GT3、 名前が長すぎるって感じなんですけど、まあ両方ともデザインかっこいいですよね。特に左側のバルキリーの方に関しては、まあデザインっていう観点で言うとかなり期待できそうな感じですよね。ちなみに3月の発売の噂です。あくまでもリークっていう感じなので、発売されるまでは正式情報ではございません。そこだけご了承ください。あなたが今回一番気に入った車をコメント欄で書いてね。ご視聴いただきありがとうございます。